小川ですあの70年代っぽいお衣装を着せていただいてあの髪の毛もものすごい盛っていただいてなんかすごいテンションが <laughs> 上がりましたはいあの楽しくスチール撮影終えました、はい、ありがとうございますブルーのねあのあの水色のあのバッグスーツケースあれねィンテージものですよ本当あれめちゃめちゃ可愛かったです私実は 15歳でデビューした初めて受けたオーディションが中村雅俊さんの「夕日が丘の総理大臣」という学園ドラマの生徒役でデビューしまして私15歳で中村さんがあの時26とか7歳だったと思うんですけれどももうずっと私にとってはもう先生で私も還暦 <laughs> なんですけどもういつあってもやっぱり。 先生なんですよねであの時からもう今まで全く変わらずもうどっかでお会いするとあの優しく声をかけてくださってで私本名が美奈子って言うんですけど。 正俊さんはもうどこであっってもお美子美子っても本名で今でも読んでくださって私のことを「みなこ」って呼ぶのはもうあの中村雅俊さんとあの浜田雅俊だけなんで <laughs> ちょっと「雅俊かぶり」だなっていうあのもう本当に尊敬するもう大好きな方です、はい、う付き合いとしてはすごく古いんですけどもう一不安としてもうずっと見てる方なんで。 あの私今でもちょっと悲しいことがあるとコロッケさんの YouTube 見て一人で爆笑してるんですけどもう変わらずもうあの大好きだ大ファンですコロッケさんは。で久本ちゃんも本当にあに結婚前若い時からあのバラエティーとかでご一緒させてもらってあのちょっと先輩なんですけどねあのずっと可愛がってもらっててよき先輩よきお姉さんですね大好きです。 まず中村雅俊さんの「の芸能生活50周年」というこのすごく大きな節目の舞台に呼んでいただけたことがもう本当に夢のように嬉しくて私あの15でデビューしてお芝居で中村さんとまた共演させてもらうのが本当にもう何十年ぶりのことなんですね。本当にに嬉しくてあの中村さんのためにも あの一生懸命頑張ってやりたいと思います。もうすっごい楽しみです。はい。ユーヒー総理大臣のテーマ曲の時代遅れの恋人たちですかね。中村雅俊さんが歌われた、もう大好きな曲ですね。はい、もう昭和かよと言ったら私そうですかね。あとは、うん、そうだな、桜田淳子さんとか大好きだったんで、よくモノマネして子供の時から歌ってましたね。はい。 昭和歌謡素敵な曲いっぱいありますからね。はい。物まねしましょうか。桜田さん。<laughs> いや似てないんで。切った切った切った切ってほら黙ってるじゃないですか、ね。<laughs> もうまあまあまあこうねこのもこれこっちをって物まねしてね親に何やってんだっつってよく怒られそうです。はい あの私ずっと演劇舞台だけは26年間お休みをしていてで50歳で舞台に復帰したんですけれどもそこからもう明治座さんはもう本当に数多くの舞台に出させていただいてて大好きな劇場で,で私のおばも女優をやってましてでおばも明治座さんにはよく立っててなんかすごく私にとって思い出深い劇場なのでまた今回もとてもうれしいです。 梅沢富美男さんの公演に出させていただいた時に明治座さんであの最初に「愛舞踊」といって梅沢さんと二人で踊ってこうセンターから花道に行ってすっぽんに二人でこう並んでスーッと降りるのがあったんですけどもうなんか緊張しちゃって初日に。 梅沢さんんんの足踏んだんですよ <laughs> 本当にあんなに緊張したのもう久しぶりなぐらいだらすごくなんかあと私明治田さんはあの2階のラウンジが大好きで,で友達があの見に来てくれると必ず2階のラウンジで「あのクリームあんみつを食べろ」って言っても言ってるんですけど <laughs> 是非お客様2階のラウンジのクリームあんみつ食べてみてくださいめっちゃ美味しいんで。 明治座でお待ちしております。